はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、なんと終売だったかなに決定しました。角瓶の白角瓶です。こちらはですね、9倍だか終売だかって言ってましたね。はい、するらしいです。容量が 700ml で、アルコール度数 40% で、原材料がモルトとグレーで、9倍するっていうことで、まあ、急遽買ってきたんですけど、まあ、今、Amazon とかだと、非常に、プレミアになってまして、まあ、いつ9倍が、9倍が、まあ、解除されるのかっていうのが、まあ、現在見込みが立ってないと。うん、確か。で、黒革命と同様に、9倍した挙句最終的に、終売になったっていうパターンがあり得るんで。まあ、今、買った方がいいです。俺、白革命はね、一番好きだったのは黒革命なんですけど、白革命は、美味しいんですよね。ハイボールにするとね。なんでなんだろうな、これな。黄色の角瓶よかね、ハイボールにするとうまいんですよ。黒角瓶が一番うまかったんだけどな。ハイボール要因で。でも結局値段1400円くらいするんですよ、これ。税込みで1400円くらいするんで、ぶっちゃけ高すぎるんですよ。だから、ハイボール要因としては、ぶっちゃけかなり、おかしいですね。価格設定としてね。まあ、でも、白革命は好きだったんで。黄色革命は多分一番まずいですね。革命の中で一番まずいでしょ。ということで、これ、革命グラス。で、乾杯。うん、ハイボールにすると、ああ、ものすごい甘いですね。うん。で、噂によると、この白角瓶っていうのが、白州の原酒を使ってるとかいう。白州。サントリーの白角が9倍にということで、終売になるらしいですね。あと富士山6の、終売も決定したと。この各ブランドは2016年の4月で、黒角が終売し、2019年までは角瓶と白角の2種類だったと。で、普通の角瓶黄色は、山崎と白州の、蒸留酒の、バーボンダル原酒をバランスよく配合し、で、甘やかな、香りと厚みのあるコク、ドライな後味。一方、白角は白州、蒸留所のスッキリとした、原酒を主に使用し、穏やかな香りとクリアな、スムースな味わいに仕上げた、キレ。だから白州の原酒を主にブレンドしてる。なるほどね。だから終盤になった黒角瓶はアルコール度数が確か42度か43度ぐらいだったんですよ。で、あの価格帯でハイボールにすると、味が、
そのハイボールにしても割とそのしっかりした味わいがあって、で、好きだったんですけど、まあ終了してと。で、白州、白角以外に、終売になる商品が、350ml のチタと 450ml の角瓶、かっこコンビニエンスストア限定と。チタは、うまかったです。以前飲みましたけど、チタうまかったですね。あれ、山崎と白州よか多分美味しいです。チタは。以前飲みましたけど。あ、圧倒的にうまいですね。というより、白州と、山崎がちょっとぼったくりすぎるっていう、とは思いますね。ただ単純なぼったくりなんですよ、ただ単純。アマゾンで見ました、なんと、今現在アマゾンだと2100円、この白角瓶。プレミアになっております。ただし、そこら辺のスーパーに、確実に、売ってますんで、絶対に、アマゾンで買ってはダメです。これ、転売中の、転売中撲滅だから。転売中はクソなんで、買うやつがいるから売るやつがいるんですよ。だから、供給があるから需要があるんですよ。それと同じで、買う人間がいなかったら、成り立たないんで。必ず、そこいらへんの酒屋とかで、スーパーとかで、絶対売ってますんで。うん。まあ、絶対かどうかわかんない。まあ、じゃない。まあ、でもこれ、飲んだ感じだと普通にやっぱうまいっすね。これ、あれだな。っていうより、黄色角瓶がちょっと上級者向けなんですよ、味が。明らかに。何かおかしいんですよ。あれ、ジャパニーズウイスキーなのになんかおかしな、風味がすごい強いんですね。で、そのくせ、なんかハイボールで一番売れてるとか、酒屋で絶対、居酒屋で絶対ね、売ってて、で、ハイボールとして、まあ、大体、ね、絶対置いてあるんですけど。黄色角瓶は、味がわりかし上級者すぎるんです、あれは。だから、初心者の人間飲んで、うわ、まずってなる。とんでもね、まずい。なるんですよ。だから俺も、二十歳ぐらいの時に、角瓶のポケット瓶、180cc ぐらいのやつをコンビニで買って飲んでみたら、とんでもなくまずくて、ストレートに飲んだんですけど、とんでもなくまずくて、で、これ飲めねえと。もうこれがウイスキーの味なんだって思っちゃって、もう、そっから5年間ぐらいその、ウイスキーを嫌いになってましたね。うん。うん。なんか薄いとかって思ったんですけど、思ったより結構濃いですね、この白角瓶ね。ハイボールにしてもね。うん。まあ、ストレートで飲むとやっぱりまた違うんとは思うんですけど、まあ、角瓶は基本的にストレートで飲むと、飲むようなものじゃなか、ないっては思うんですよね。うん。まあ、ストレートで飲むんだったらハイボールにするか、もしくはトワイスアップで飲むか。うん。うん。角瓶はですね、黒。
黒革命は、ググったところによると、キーモルトの、山崎パンチョンダル原種及びヘビータイプグレーン由来の濃くモルティで、クリーミーな味わいが特徴です。アルコール度数43%。3% もアルコール度数が高い。まあ、同時に、さっき言ったけど、なんだっけ、富士山麓が、終売になるっていう話がありましたけど、あれは、富士山麓は、一回そのモデルチェンジっていうか、パッケージが変わったんですよね。数年前にね。だから、変わる前まではうまかったんですけど、変わった後に飲んだらまずくなってて、もう二度と買わねえわっつって、二度と買ってないんです。それ以降は二度と買ってないんですよ。で、今現在、終売になるということで、なんですけど、あれはいらないです。買わないです。うん。まずいの分かってるわ。富士山麓はもうまずいの決まっ、もう分かってるの。白革命は俺好きだから買ったんだ。買ったんですよ、今。終売になるということで。記念に、ね、買ったんですけど、もう、富士山麓はもうあれは、擁護しようがないんで、まずい。ので、買いません。で、同じ50度ぐらいのやつだと、やっぱり日華ウイスキーの、フロムザバレルがやっぱり頭が飛び抜けてるなと。うん。まあやっぱり、そうっすね。うん。フロムザバレルは本当に美味しいんで、値段がまあ2500円。まあ若干高めなんですけど、500ml しか入ってないんだけど、2500円なんで割かし高いですけど、あれはもう未だに多分、まあ、結局ラベルとかも変わってないし、ほとんど、まあ変わってはないと思うんですよ。アマゾンで2591円、2円です。2600円ぐらいですね。で、こちら。これもちょっと気になってる。国内、日本国内限定のアマゾン限定で、ホワイトウォーカーの、ジョニーウォーカーのホワイトウォーカーっていうのが出るっていうことで、これジョニーウォーカーマニアのユッキーはこれちょっと、買わないといけない。アルコール度数 41.7%。あと、日華ウイスキーのなんか新しいの出ますね。うん。日華ウイスキーの新しいやつ出ますんで、それもちょっと、買います。なんだったっけ？ブラックニッカディープブレンドのなんとかかんとかっていうのが出るんですよ。いつだったっけな？いつ出るっつったっけな？あれ絶対買っとかないで。まあ、あれは、唯一のジャパニーズウイスキーの中でも、まあ、未だにあれですね。未だに、ジャパニーズウイスキーで、まあ、ブランドで、まあ、買う、好きなブランド、まあ、日華ウイスキーなんですよ。うん。前、ブレンダーズスピリットっていうのが出ましたけど、あれがとんでもなかったんで、
値段が2500円で、とんでもない味だったという、6000円ぐらいのレベルの味だったということで、まあ、飲んだんですけど、まあ、おそらくまだ死んではいない、ウイスキーのメーカーかなと。うん。まあ、事実、最近そのリニューアルした、ブラックニカのディープブレンドですけど、あれが値段が1400円ぐらい。うん。この白角瓶と角瓶の、値段と同じですね。同じなんですけど、明らかにその、味のコスパが、非常に高い。というとこですね。うん。あれ？あれ？あれ、新商品出るって言ってた気がするんだけど。なんか、ないぞ。あれ、なんかあった気がするんだけど。新商品があった気がするんだけどよ。確か4月の下旬ぐらいに出る。っていうの聞いたんだけどな。リスナーさんに教えてもらったんですけどね。多分出るの間違いないですよ。俺、これググっても、公式サイトにすら載ってないって。公式サイトに載ってねえんだよな。結構ありますよね。なぜか公式サイトに載ってないって。どういうこっちゃ。まあ、ホワイトウォーカーに関しては、まあ、値段が3695円ということですが、まあでも3600円ぐらいだったらまあ冒険できるかなと。ギリギリ。まあ、それがまずかったとしてもですよ。うん。まあまだ冒険できる範囲ですかね。これがもう冒険できない範囲だともう1万円とかさ、になるとぶっちゃけもうマッカランでよくねっていう話なんですよ。最近マッカランよ、安くなりましたからね。まあ、年々こう変わるんですよね、結局ね。うん。マッカランね。あと、グレンモーレンジとかもちょっと気になってはいるんですけど。うん、まあ、ウイスキーを飲んできた中で一番うまかったっつったらやっぱりマッカラン。俺はそうマッカランなんですけど。うん。まあでもマッカランは、多分、味変わってねえ、じゃねえかな。ボーモアみたいに味変わってたりすると、本当にガクーになりますけどね。あ、ありました。5月の28日、発売。ブラックニッカディープブレンドのナイトクルーズ。が発売するということです。うん。
まあコスパが非常にいいとされている俺の中でね、ディープブレンドの名を冠する、ナイトクルーズ。これはちょっと抑えておきたい。値段が2000円ですね。はい。2000円です。うん。2000円です。定価が2000円。ディープブレンドナイトクルーズ。5月の下旬でした、ね。まあ値段2000円なんで、まあ、全然 OK ですね。うん。今、とあるブログの人の紹介を見てます。ブラックニカ通常のラインナップのディープブレンドの限定もの。ブラックニカディープブレンドをベースに、10年以上熟成した余市のヘビーモルトとカフェグレーンで構成されたボトルらしい。おお、いいじゃないですか。余市。余市と宮城行きはありますか？余市の方が個人的にものすごい好きなんですけどね。うん。余市ね。私個人としても前作のエクストラスイートの出来がなかなか良かっただけに、このナイトクルーズも期待しています。ただ以前にも書きましたが、やはりここまでブラックニッカの限定ボトルが続くといろいろな意味で心配になってきます。うん。原酒枯渇の状況を、低価格限定ボトルで、お茶を濁すのも仕方ない話なのですが、来月にはザ・ニッカの12年が終売になる現状らしいです。ザ・ニッカか。あれ、高いんだよな。それは飲んでないですね。ザ・ニッカ。あれも、あれなんか。あ、そう。終売になるんですか。ザ・ニッカね。これ、結局飲まないで終わったな。これ、いらないですね。うん。高いんでいらない。高いんで買えないです、僕は。はい。これ高いんだよ、これ。大体、そもそも。ザ・ニッカ飲みてんだけど、これ値段が、いくらすんだ、これ。これいくらすんの？高いんだよ。見た目かっこいいんですけどね。見た目かっこいいんですけど。アマゾンだと、今8129円ですね。まあこれ若干多分あれでしょう。プレミア入ってるでしょ、おそらく。うん。ザ・ニッカ12年が、終売になる。っていうのはちょっと知らなかったですね。3月末で、在庫がなくなり次第終売するらしいです。3月末どころもう4月になってるんで、これあれですね。プレミアですね。プレミアになっております。おそらく。うん。まあ、プレミアになってるっていうのはわかるんだけど、手が、簡単に出るような金ではない。8000円はちょっと高えな。ちょっと高えな、やっぱり。しかもブレンデッドウイスキーらしいですね。アルコール度数が 43%。
12年以上の原酒を厳選してブレンドしたプレミアムブレンデッドウイスキー。まあ、ブレンデッドウイスキーだからまずいっていうわけではないんですけど、まあ、その、2500円で売ってたね、ブラックニッカの、なんだっけ、ブレンダーズスピリット。あれはブレンデッドなのにものすごいうまかったですからね。確かにブレンデッドウイスキーっていうのは、割と、割かしやっぱ、個人的にはですよ。ブレンデッドウイスキーって割とやっぱ、あんまり特徴がなかったりする。で、シングルモルトの方が、ぶっちゃけうまいんですよね。うん。うまいんですよ。ほぼほぼの場合、俺が今まで飲んできて、いろいろ飲んできた結果は、やっぱシングルモルト安定だなっていう感じはあるんですよね。値段も安いしね。うん。うん。まあ、スコッチウイスキーで、シングルモルト、結構安いですからね。安いんだけども、すげえしっかり個性がブワーっと、あるみたいな感じなんで。まあ、ジョニー・ウォーカーも、ブレンデッドウイスキーなんですけど、まあ、あれはただ単に、これは個人的にジョニー・ウォーカーのレッドラベルが、個人的にコストパフォーマンスものすごいいいんで、勝手にひいきしてるだけなんですけど。そうだよなぁ。でもやっぱり、スコッチウイスキーで、シングルモルトって、かなり、コスパがいいんですよね。うん。あんだけ個性がぐっときてんのに、あ、すげえ、マッカラン12年が値段6650円だ。安っ。前これ8000円ぐらいしたのに、割とやっぱ、あれだな、変わるな。現在、6650円です。うん。まあ、外国のウイスキーっていうのは結局のところ、円高ドル安とか、ドル安円高とかで、変わるからね、値段がね。1年通じて同じ値段じゃなく、まあいろいろ変動がある。あ、でもマッカラン6650円の方が安いな。これこれ安いな。うん。でも安いっすね。フロムザバレルが、これシングルモルトじゃないよね。ブレンデッドですね。ブレンデッドウイスキーなんですけど、やっぱ、フロムザバレルはとんでもなくうまいっすね。うん。とんでもなくうまいっすね、これね。まあ値段がやっぱ若干高い。700cc、700ml 換算でいくと、まあ3300円ぐらいですかね。まあ3300円。でもまあ、3300円でこの値段だったの、この味だったら問題ないでしょ。問題なくコスパはいいと思います。うん、で、まあ、俺が推してるのが、シングルモルトで値段が安くて、うまい。っていうやつは、あれは、なんだっけ。
あ、タリスカー10年ね。タリスカー10年が現在3741円。うん。タリスカー10年はとんでもなくうまい。で、値段的にも非常に安めですね。この味で3700、まあ、とんでもなく美味しいでしょう。ほとんど大体、さっきの、フロムザバレルと値段的にはまあ変わんないんですけど。まあ、どっちがうまいかってなると、もう、タリスカー10年に軍配が上がるかなと。まあ、俺はね。まあ、人の、あれですけど。俺理論だけど。タリスカー10年は本当に美味しいですね。じゃあこの白角瓶、ストレートでちょっと飲んでみましょう。乾杯。結構アルコールの、アルコール臭が結構します。うん。これはちょっとアルコール強いな。これやっぱあれだな。ハイボール用だな、これな。ストレートで飲むとこんなに アルコール臭が半端ないですね。ああ、これもう、そもそもこれの時点で匂ってもうアルコールの香りしかしないですよ。これアルコールの香りしかしないんですよ、これ。この時点で匂って。で、飲んだら、やっぱ非常にその、口に、ピリピリっとして、このアルコールの、ね。これあれだ。これストレート飲むもんじゃねえな、これ。これストレート飲むもんじゃねえわ。やっぱハイボール要因ですね、これ。うん、これは、ハイボール要因、間違いないです。結構甘いんですよ。うん。ハイボールにすると結構甘いんですけど、ストレートで飲んだ場合だと、かなり辛いです。甘みがこれ、ハイボール、これハイボールね。これストレートの飲んだ感じじゃなくて、これハイボールの、査定だから、これ。香りもまあ、うん。まあ問題ないでしょ。まあ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 。まあ皆さん好きな人はね、今のところ終売になりますんで、買っといた方がいいです。1444です。これハイボールで飲んだ場合ね。これね。ということでご視聴ありがとうございました。